蒸気タービン機関車は、蒸気力を動輪に伝達するために、蒸気タービンを用いる形式の蒸気機関車である。様々な形式の蒸気タービン機関車が試作されたが、どれも成功しなかった。1930年代、この形式の機関車は、蒸気力のさらなる活用手段として、そしてまた当時導入されつつあった、ディーゼルエンジンの対抗馬としてみなされた。蒸気タービンは、 従来の方式に比べて以下のような長所を持つ。逆に短所としては以下のようなものがある。動輪に伝達する方法は2種類ある。タービンの回転を歯車を介して動輪を駆動する方法とタービンで発電してモーターを駆動する方法である。ペンシルバニア鉄道の S に6200アメリカ合衆国のペンシルバニア鉄道では 世界最大の直接伝達式蒸気タービン機関車である S2 が運用された。S2 タービンは1944年9月、ボールドウィンロコモティブワークス社から納入された。車輪配置は4から8から4として設計されたが、第二次世界大戦による軽金属の使用抑制のため、他に例を見ない6から8から6の車輪配置になった。 最大出力は 6900hp。最高速度は 100mph であった。テンダーを含めた全長は123フィートであった。低速時の効率が低かった。1949年に退役。1952年5月に解体された。ベイアーピーコック車製の蒸気タービン機関車イギリスにおいて最も運用に成功したタービン機関車の一つに。 LMS ターボモーティブがある。車輪配置は4から6から2で、複水器は備えていなかった。熱効率は従来の蒸気機関車よりも優れていた。高効率は6機の蒸気ノズルからそれぞれ個別に、開閉してタービンに噴射する構造によってもたらされた。1949年には通常のピストン式に改造された。蒸気タービン駆動炭水車を備えた。 ヘンシェル T38 から2555ドイツでは、数種類の蒸気タービン機関車が製造された。1924年、クルップ・ゾアリーが T18 型歯車減速式、蒸気タービン機関車を製造した。複水器を備えていた。数風を良くするためのドラフトは、煙室内のファンを駆動していた。1940年には爆撃され修理されることなく、退役した。 1926年には似たような機種が JA マッファイ社で建造された。高圧ボイラーを使用していたにもかかわらずクルップ、ゾアリー製よりも効率が低かった。1943年に爆撃され運用を知りいた。ヘンシェル社では1926年従来の T38 型蒸気機関車から3255号キタービン駆動に改造した。 淡水車にタービン駆動の動輪を追加したものだった。シリンダーからの蒸気でタービンを駆動した。タービンを駆動した蒸気は複水機に送られた。煙室内のファンでドラフトを生み出し、通風を良くしていた。フランスでは2種類が製造された。SNCF23291 は1939年に建造された。三軸ある動輪は、 連接棒にはつながっておらず、それぞれ個別のタービンで駆動していた。ドイツ軍による侵攻で深刻な被害を受け、1946年に解体された。ゾアリー製 SBB ナンバー1801スイスの蒸気タービン機関車は1919 19年にゾアリー車で製作された。車輪配置は4から6から0で、複水器を備えていた。 煙室内の換気扇で空気を吸い出す代わりに、過室へ空気を送ることにより、通風を良くしていた。しかし、過室内の圧力が上昇するという、新たな問題が生じた。その結果、送風機を駆動中に運転席で、過室の扉を開くと、中から、炎と熱風が、運転席内に流れ込むことになった。この危険な問題は、 過失送風機を備える機関車について回った。イタリアのジュゼッペ・ベルッツォは、数台の実験的タービン機関車を建造した。1933年、車輪配置2から6から2の機関車が再生産された。その後は見られない。1921年に製造された、ルーングストロームによる機関車スウェーデン人の技術者、フレデリック・ルーングストロームは、 蒸気タービン機関車を数台設計し、いくつかは大きな成功を収めた。アルゼンチンにおいては山岳地帯の路線で給水施設が数カ所のサンミゲルでトゥクマン、サンタフェ間で運行された。ユングストロームの最初の設計に似た機関車は1925年にスウェーデンのノーアブで建造された。 複水器が良好に作動したことによって、水の損失は片道3%から4%と、タンクからの水漏れのみだった。機関車には信頼性の問題があったので後に、ピストン式に置き換えられた。ユニオンパシフィック鉄道の GE 製、蒸気タービン電気式機関車、1939年4月、チェサピーク、オハイオ鉄道にボールドウィン車が製造した、最初の3台。 500ノーフォークウェスタン鉄道ジョーン・ヘンリー、ゼネラルエレクトリックは1938年、ユニオンパシフィック鉄道向けに2台の蒸気タービン電気式機関車を製造した。車輪配置は 2cc-2 であった。これらの機関車の移動型パワープラントは複雑だった。複水器を備えた機関車はアメリカでは過去に使用されたことがなかった。 バブコックウィルコックス水管式ボイラーは蒸気を発生させ発電機で発電し、電動機を回転させる形式だった。ボイラーの制御は自動で共に統括制御することができ、機関士は一人でよかった。燃料は C 重油を用いており、同種の燃料は後にジテルにも使用された。1939年にも蒸気タービン電気式機関車を導入したが、 性能が不完全なために返却した。1943年、GE 製タービン機関車はグレートノーザン鉄道で良好な運用成績を収めた。1944年、ボールドウィンは S2K 蒸気タービン機関車をペンシルバニア鉄道に納入した。1947年から1948年にかけて、 ボールドウィンは3台の独創的な石炭、滝キタービン機関車である M-1 をチェサピークオハイオ鉄道の旅客用に製造した。6000HP のユニットはウェスティングハウス製の伝送品で、車輪配置は 2C1 プラス 2C1 から2であった。全長は32メートルでこれまでに製造された、いかなる旅客用機関車よりも長く、運転室は 車体の中心に配置された。1954年5月、ボールドウィンは 4500HP のタービン、電気式機関車、ナンバー2300を貨物用にノーフォークウェスタン鉄道向けに製造した。ニックネームは、ジョン・ヘンリーの伝説にちなんで、ジョーン・ヘンリーである。C&O 向けのタービン機関車と似ているが、機械的には、かなり異なっていた。 車輪配置は CCCC で自動制御式のバブコックウィルコックス水管式ボイラーを備えた。ボイラー制御は石炭のゴミと水がモーターに入りしばしば問題を起こした。ジョーン・ヘンリーは1958年1月4日に引退した。アームストロング・ホイット・ワースターボ電気機関車レード・ラムゼイ・タービンはノースブリティッシュ・ロコモティブで1910年に 製造された。車輪配置は 2BB-2 であった。結果が良くなかったので直接駆動式に改造された。アームストロングホイットワースタービンは、アームストロングホイットワースによって1922年に製造された。車輪配置は 1CC-1 であった。回転蒸発式複水機により、水蒸気を水に戻し回収している。缶は、水の蒸発による、 気化洗熱によって冷却され、蒸発によって失われる水はこの複水器を持たない、場合よりも少ない。一方で、複水器の空気流は効率を低下させる一因になった。機関車は重量型で貧弱な性能だった。1923年に解体された。ニュースインエーヌシェル。ブリティッシュパテ。2009年12月17日閲覧。 ザヘンシェルタービンテンダーオブ1927、ジャーマンスティームタービンロコモーティブスロコロコス2010年9月14日閲覧。ルーングストロームロコモーティブオブ1921、スウェディッシュタービンロコモーティブスロコロコス2010年9月14日閲覧。タービンロコモーティブ4レールウェイズネクスト。 ニューヨークタイムズ、http://query.nytimes.com/.mem/.archiv-fre/.pdf? ですイコール 98017d7113 EE-033A25752C3A9669D946897D6CF2009 年9月5日閲覧。ありがとうございます。